今回ご紹介するのは、以前も取り上げさせていただいた悪魔 AI です。以前からイラストからキャラクター AI を制作するサービスを提供するなど意欲的に活動されていましたが、今回リニューアルし、なんとステーブルデフージョンをベースとした AI 画像生成サービスを開始されました。現在はベータ版ですが、近々正式版をリリースする予定のようです。では早速見ていきましょう。まずは悪魔 AI サービスへアクセスし、会員登録をします。 Google アカウントを使用して登録します。ログインするとこの画像生成画面になります。まずはプロンプトを入力します。次にネガティブプロンプトを入力します。プロンプトは数に制限があるので注意してください。また説明欄のリンク先にコピー&ペーストで簡単に使用可能なテンプレートを用意したので活用してください。次にいくつかモデルが用意されているので、そこから選択します。また自分が持っているモデルを使いたい場合の設定方法もあるので、それは後ほど説明します。次に枚数や画像サイズなどを設定していきます。設定し終わったら生成ボタンを押し、しばらく待ちます。綺麗に生成されました。イラストが複数ある場合、こちらから選択して確認することができます。下へ移動すると、ここでダウンロードや削除ができたり、インフォをクリックするとイラストの情報が見れます。次に自分が持っているモデルを使いたい場合の設定です。まず左側にあるモデル図にアクセスします。次に右上のモデルをアップロードをクリックします。そして自分の持っているモデルをここへドラッグ&ドロップします。今回は以前紹介したエピシー 2.5D を使ってみます。あとはアップロードを開始を押してしばらく待ちます。アップロード中は画面を閉じないように注意してください。アップロードが終了したら、また左のモデル図をクリックします。次に自分のモデルをクリックするとアップロードしたモデルが表示されます。そしてそのモデルをクリックし、Generate with this model をクリックします。生成画面へ移動するので、自分のモデルが使えるようになっているか確認し、あとは前回と同様に設定し生成します。これまでのイラストは左側のアセッツを押しても確認できます。そこで削除やダウンロードも可能です。またモバイルにも対応もしているようです。そして今後も機能を追加していく予定のようです。素晴らしいです。では出来上がったイラストをいくつか見てみましょう。最近有料な AI イラスト生成サービスが出てきています。個人的にはとても期待しているサービスです。また AI サービスの進化は他のサービスと比べるととても早いです。このチャンネルでは今後も楽しく役立つ AI サービスを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた来てくださいね。